全隊員の降下を確認を。ニューヨークネストの中心部グランドターミナルを占拠するバロン級ウィーバーケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ敵を見つけ奴らを殲滅する。さあ人類反撃の狼煙を上げろ。全体こちらビクター1、全員の降下を確認した。現時刻よりグランドターミナルに向け進軍を開始せよ。硬いだけがとりえぬワニ野郎だ。かつてそこを削り取ってやる。
厄介だ。素早くブーストで近づき、引き落とせ。休んでる暇はないぞ。敵に囲まれたら急いで切り抜けろ。この先、グランドターミナル構内にバロン級の反応あり。発見次第、殲滅せよ。子犬ちゃんの登場だ。しっかり可愛がってやれ。まずは、左右の首から破壊しろ。遅れになる前に回復しろ。こちらビクター1。バロン級ウィーバー、ケルベルスの沈黙を確認した。諸君、ご苦労。回収部隊を要請した。まずは次の作戦まで待機とする。
きの戦いご苦労だった。ニューヨーク奪還作戦は成功。これにより人類は反撃への第一歩を踏み出した。以後このアンダーグラウンドネットワークをウィスコンシン攻略に使用する。地下網内の敵残存勢力および地形確認の調査を。歩兵第三大隊および偵察小隊は先行して地下網調査を開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え自身の強化に努める。分かっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら自分で用意するんだ。分かったな。取れているか。よし、俺が生きているうちにこの戦いの記録を残しておく。俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかもしれない。新兵たち、ジョニー、トーマスでさえ強化兵となった途端、一般兵とは比べ物にならない戦力になった。ニューヨーク奪還が成功してから部隊の士気も高まっている。希望が見えてきた。俺たちはきっとイーバに勝てるはずだ。お前たちの扱う生体武装はイーバの体組織と金属を結合させてできている。それを神経に直接つないだり体内に組み込むことで自分の体と同じように制御できる。画期的だろう。奴らの生体組織やジャンクパーツを得たらわしのところに持ってこい。すぐにでも武器を作ってやる。私の担当はあなたたち。特殊強化兵の能力開発。あなたたちは戦闘経験を積み重ねることでさらに強くなれる。特殊強化兵理論を提唱した私が言うのだから間違いないわ。さあ、あなたの秘める可能性私に見せてちょうだい。